ヒヤリ天理チョーク左右ルコン動くべきだ。キャメラガンザンハチク。お触り禁止。これは水晶か。僕をこうも信頼してくれているとはね。ただ水晶の前にまずはそのからくりについて説明しよう。みんなの推測通り、あの稲妻の巨人は人間を模して作られたからくりだ。戦闘用なのか。遺跡守衛と似てたよな。おそらくね。相当の戦闘力を持っていたが指揮系統が壊れていたんだろう。だから無差別に攻撃してきた。外見的特徴からして稲妻のものでまず間違いない。だが私の知る限り稲妻は現在鎖国中のはずだ。このような巨大な機械をどうやって運び出したというのだ。その質問はこの島にいた人に問うしかないね。人？みんなのことだ。もう気づいているだろう。今は無人島だが、ここ一帯には人間の痕跡がある。僕が思うにこの島にはもともと誰かが住んでいた。しかしそれは原住民というわけではなく、外から来た何者かであった可能性が高い。その外来者たちは長い時間をかけて群島から脱出する方法を見つけたのだろう。その結果今この島には誰もいない。代わりに痕跡があちこちに残っているというわけだ。そしてその水晶は希少な鉱石で作られた結晶体だね。光を透過するということは何か特別な使い道があるのかもしれない。この付近で積み重ねられた石と花を見かけたんだけど、それも何か関係があるのか。聞いた感じ誰かがからくりを弔っているようだが。うん、でも私が見たところ、なんというか誰かが感謝の気持ちから祀ってるみたいだった。なるほど。みんなは一体どのような人物がこのからくりを祀ったんだと思う？恩恵を受けたからこそ感謝する。だから旨味があった人の行いだと思うぜ。からくりがここで外来者と一緒に暮らしていたならわからなくもない。まあこれはあくまで僕の推測に過ぎないが。一緒に暮らしてた、壊れてしまう前に一体何があったんだろう。ここはヒルチャールが頻繁に現れる。このカラクリが無差別に攻撃したおかげでヒルチャールが退治され人々を守ったんじゃないか。面白い偶然だな。だが推測の域を出はしない。真実の物語を知るにはもっと証拠が必要そうだ。ああ、ガイアの言う通り証拠が不足している。後ほど辺りを探索することにしよう。ひとまず今は目の前の問題を片付けるのが先決だ。あ、またお手紙だ。きっとドドダイ魔王からだよ。手紙？早く読んでみてくれ。神秘の魔王、神秘の魔王、
南西の島で一人眠る。悪しき子が我を待たせ、夜が訪れ、星が昇る。欲深き精霊、欲深き精霊。月がぐるりと回る。三色の鍵を持つのは恐ろしい魚。秘密はそこに。ここまでおいで。新しいヒントだろうか。何を意味してるんだろう。さっきの水晶と関係があるのかな。それに南西の島っていうのはどれのことを指してるんだろうな。立ったまま考えるより足で調査した方がいいだろう。でもここの島は全部歩き回ったぞ。気になるところなんて。ううん、あるよ。あっちに変な島があるんだ。上に大きくて丸いものがあるの。クレン、また一人で勝手に歩き回ったのか。あう、ごめんなさい。クレンはただ変な装置に触れさえしなければいい。ここが開けた場所だとしても一人で行動するのは危険だ。クレン、次どこかに行きたいときは私たちを呼ぶんだぞ。いいの？でも神団長は忙しいでしょ。構わない。うん、わかった。相変わらず真面目だな。神団長、クレイの保護者みたいだな。それ俺も同感だ。ガイア悪い悪い、つい代理団長をからかってしまった。さて旅人、あっちの方を